公立豊洋病院組合立豊洋病院は、兵庫県の一部事務組合、公立豊洋病院組合が設置、運営する公的病院。明治4年7月に、廃藩置県により、旧豊洋藩が、豊洋県となった時に開設された一局を元とする。がん診療連携拠点病院、救命救急センター、週3規模資料センター設置病院、エイズ治療拠点病院、 医師の卒後臨床研修指定病院、兵庫県災害拠点病院でもある。新都岡県医局、兵庫県病院、田島の国八軍立都岡病院、二軍立都岡病院、公立都岡病院を経て、公立都岡病院組合立都岡病院となる。正式略称は、公立都岡病院、その他の略称は、都岡病院、豊岡病、 2010年4月17日からドクターヘリの運用を開始した。現在は関西広域連合が運行をしている。豊岡病院のドクターヘリは2010年の運行開始以降から日本一の出動回数を誇る。2005年5月に現在の土地に新築移転した。これは1993年10月の公立豊岡。 病院改築マスタープランの報告から実に12年のことである。また、同年4月に移転を前に名称を今までの公立豊岡病院から公立豊岡病院組合立豊岡病院に解消した。旧豊岡病院の象徴は世界で初めての円形の本館券外来旨であった。豊岡市民から保存を求める声もあったが、 2006年11月11日から解体が行われた。跡地は、豊岡市が健康ゾーンとして、ウェルストーク豊岡となっている。山陰本線、京都単語鉄道豊岡駅から、全田田市、バス、豊岡病院に行き、及び、豊岡病院を経由する田島空港、目坂、赤石、竹の浜、奥の、梶原営業所行きに乗車、約9分、190円。 ありがとうございます。